皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて、エフェボーさん無事に退院したんですが、術後の経過というか傷の治りが異常に遅いと、それから腫れが引かないということでね、ちょっと今も元気がなくて申し訳ないんですけど、大きい声出したりするとね、ちょっと傷に響いちゃうんですよね。申し訳ありません。で、今回更新した理由はですね、退院後もですね、おかげさまでね、新規初投稿、いただいておりましてありがとうございます。で、今日ね、オフィスに出てきたので、エフェボーニューステッカー3名の方にね、お送りしたいと思いますので、今しばらく楽しみにお待ちいただきたいと思います。それからね、入院前にね、頑張ってお送りしたですね、新規初投稿のうち、ベーシストのチカチカさん、ステッカーとともにね、追加投稿をいただきましてありがとうございます。で、コメントもね、ありがとうございます。で、その中のコメント見たらね、マイニューギアした、コルグのチューナーピッチブラック X ミニですね、こちら、買った直後にですね、なんかベース用が出るなんてということで、これはエフェボーでも大人気の、ピッチブラックXS というどこ踏んでもいいやつですね。これのベース専用というのが出たんですよね。まあ、これのことを指していると思いますけども、まあ、こちらのボードの方にはね、パンチングボードのボードの方にはね、このミニタイプちょうど、収まってるんじゃないかなというふうに思います。それから、新規発投稿のオケピーさんもですね、追記ということでね、ステッカーありがとうございました。元気になりましたらまた新しい投稿お願いしますということでね、今日ようやく久々に、更新できましたので、最後までお付き合いいただきたいと思います。本当に温かいコメント、応援の事前のメッセージなどもね、拝見しておりますが、ありがとうございます。あと、エフェボー最近見てましたらね、この広告にある通り、IT マルチメディアのトーン X っていうのがね、ありますけども、こちら、ご常連のシーポンさん、に続いてですね、新規初投稿のヒロナットさんもですね、マイニューギアされてるようですので、ぜひともね、このトーン X、注目いただきたいんですけども、その中でも新製品ということでね、このミニタイプが出てるんですよね。これはね、かなり、売れてるみたいなので、ぜひとも皆さんまた注目いただいて、もし導入されましたらね、マイニューギアしましたら、エフェボーにまた投稿いただけたらというふうに思います。ということで、ちょっと疲れてますが、エフェボーさん、ちょっと、術前検査っていうのをやったらですね、今度は手術した場所とは別に、胆のうに胆石っていうのが出来上がってですね、もう4つも5つも出来ていてですね、まあ、これを今後どうするか、まあ、なるべく手術はね、もう嫌なので、まあ、こちらの治療にもね、入っていかなくちゃいけないんですが、まあ、完全復活を目指して、ちょっとまだ治療中なのでね、頻度は落ちますけれども、頑張っていきたいと思いますので、引き続きエフェボーチャンネル、X、Twitter よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。皆さんも健康でいてください。ありがとうございます。